皆さんこんにちは、小野健テニス相談所の小野健です。今回はですね、リクエストをいただきました、足を寄せないサーブの時に右足を使う練習法をご紹介したいと思います。小野健テニス相談所では皆様からの質問、ご相談、リクエストや、こんなことをやってほしい、こんな企画をやってほしいというのを YouTube のコメント欄か Twitter で募集しております。くれば皆さん書き込んでみてください。それでは行きましょう。どうぞ。まずは悪い例を先にやってみたいと思います。悪い例というのは、この右足が打つ時にブルブルブルと引きずられてしまうことですね。まずそれを見ながらやってみたいと思います。このように今ブルブルと引きずってしまって、このコートにも引きずった線がすごく長く残ってしまっています。このように足を引きずってしまうということは、右足をしっかり地面で捉えていない、右足からも出力ができるのにそれを使ってしまっていないという状態になってしまっています。なのでやはり理想はこのように地面を捉えて、地面に残る線が極力短くなるように意識していただきたいと思います。ではその右足を使う練習法ですが、単純に右足だけでサーブを打ちます。このようにですね、もう最初から一本足になってトスを上げる、そして右足で踏ん張ったまま打つということです。この際に注意していただきたいのが、どうしてもバランスが崩れてしまうので、バランスを取ろうとしてお尻が下がりがちになってしまうんです。このままインパクトをしてしまうと、これも右足が使えていない状況になります。サーブを打つ瞬間にはしっかり下から上に体は伸び上がっていくので、この練習でも右足をしっかり曲げたところから上に伸ばしていく、ふくらはぎも思いっきり使ってあげて伸ばしていく、そしてお尻の位置を高く持ってこれるように意識してみてください。この練習をするときに許容していい範囲もお伝えしようと思います。普段のサーブのフォームではなくていいので、もう最初に担ぎ上げたところからスタートしても構いません。打ち終わった後はもうすぐにバランスを取るために両足で着地していただいても結構です。さらにもう一点注意なんですが、打つときにしっかり横向きをキープしてみてください。ボールの行方が気になって体が正面を向きがちなんですが、体の横向きをしっかりキープしておきたいので、打ち終わってもなるべく横向きをキープしてみてください。顔はもちろん打った方向に向いていただいても構いません。しっかり横向きがキープされていることに注目していただいて、もう一度ご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。両足を揃えないタイプというのは、やはりしっかりとスタンスが大きくなるので、右足も使いやすい状況になっているはずなんですね。それをぐるぐるぐるっと引きずってしまうと、パワーロスの原因になったり、またバランスを崩してしまう原因になってしまいますので、両足本当に5対5ぐらいで使ってあげるということを意識したい練習法です。もしよろしければ皆さん試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。